TBS サンデーモーニングが大炎上。本村幸子らが暴言連発。本日放送された TBS のサンデーモーニングがまたしても変更報道を連発いたしました。まず、田中修正さんが。桜田大臣について、ああいう性格の人は治らない。どこかで出現する。わかっている。我々にはみんなね。統一地方選では安倍政権を支える大きな柱が、 バランスを失い始めた、治らないと思うと発言されていたんですが、まあ、確かにですね、桜田さんの言葉の軽さは問題だと思いますが、統一地方選挙の前半戦で野党は惨敗を喫しました。知事選では野党は統一候補を立てておりましたが、全敗し、地方議会でも立憲民主党と国民民主党は民主党時代から議席を4分の1も 失っておりますこういった中で、統一地方選でバランスが崩れたという事実は全くないんじゃないでしょうか。また、毎日新聞の本村幸子さんは、いとしの選挙は荒れるという、ちょうど12年前に安倍さんが退陣に追い込まれた惨敗のことが頭にあって、辞任ドミノを避けるために温存したという説があるが 国民に対して本当に失礼な話だ。統一商戦での動きはひょっとしたらそういう政権に嫌気がさしているんではないか。緩みという病が言われていて、そういうのが有権者に影響しているのかなという感じは受けるとなっおりまして。こちら、推測ですらない憶測で失礼だというのはおかしいんじゃないでしょうか。先ほど、 ご説明しましたとおり、統一地方選の前半戦は自民党が圧勝しており、こういった前提条件が間違っているから、この主張、全くですね、意味がないものになってしまっております。また、青木おさんが、少子化、高齢化、財政、社会保障、産業構造の変革だったり、 米中の覇権争いの状況の中で、日本の政治がますます陥没していくと発言をされたんですが、こちら、日本の政策の何が原因で政治が陥,落し陥没しているのか、批判するのであれば、対案はですね、出さずとも問題点くらいは説明するべきでしょう。これでは、 国民が議論できません。また、関口博さん、日本全体が鎮火していく雰囲気があると主張されておりますが、こちら、2018年の GDP、実質0.8%、名目で0.7%の成長があり、また、2019年度の GDP の成長率、実質で1.3%程度、名目で2.4%程度と、内閣府が 予想しておりますそういった中で、日本は少しずつではありますが、現在も経済成長を続けておりますので、進化はしていないでしょう。さらに、青木おさん。安全保障上の必要があれば、F35 のイージス・サーショアの購入は仕方がない面があるが、例えば、全国の小中学校に猛暑でエアコンをつけると、 700億円から800億円かかると言われているとなっておりましてこちら学校へのエアコンの設置は必要だと思いますがそれと防衛費を比べるのはおかしいんじゃないでしょうか教育や社会保障を充実させても戦争で消し飛んでしまったら何の意味もございませんまたサンデーモーニングが「風を読む」の中でネットジャーナリズムを特集しました この中で毎日新聞の本村由紀子さんがジャーナリストの端くれだが繰り返し教えられてきたことは権力は必ず嘘をつくからそれを暴くのが記者の仕事だの一言だとなっておりましてこちら嘘をつく前提で報じているから変更報道となりデマとなってしまっております。先ほどのの村さんの発言でも、 推測ですらない憶測で発言されておりますので、これでは国民が真実、事実にたどり着くことはできないでしょう。権力が嘘をつくと言っているのに、いまだにマスコミは立憲民主党など民主党の残党の主張をそのまま報じておりますが、こういったおかしな野党は権力ではないんでしょうか。 国民は民主党にもマスコミにも騙されて民主党政権の悪夢を経験することになってしまっております。また、青木治さん。ビキ k ックスは剥き出しの情報をそのまま公開する。どういう意図でリークしているのかきちんとしたメディアが見切ることが大切だと主張し、こちら、報道しない自由を公言してしまっておりますが、 この報道することによって得られる公益よりも、国民の生命や財産を危険にさらすリスクが大きいのであれば、報道する必要はないと思いますが、こちら、こういった話を聞いてしまいますと、例えば、犯罪の被害者報道で、被害者にですね、二次的な被害を生じさせているマスコミは、どうなるんだと思ってしまいます。 マスコミも記者も自分がやりたいことを話題になることを視聴率を稼げることをやっているだけじゃないんでしょうか青木さんだけではなくてすべてのマスコミ記者の皆様には公益性があるかどうかをしっかりと判断してから報じていただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただき ありがとうございました。